はい、どうもこんにちは、東野です。今回は、尺八の各部の名称についてちょっとお話ししていこうかな。今までね、いろいろ動画で、尺八の話いろいろしてるんですけど、名称ってそういえば全然説明してなかったなと思うので、そんな話をしていきたいと思います。ここですね、吹く側、ここの部分、ここを歌口と言います。例えばこのとんがってる部分をさらに何というのっていうと、その言い方はあんまりないんですけども、この辺り全体、吹くこの辺り全体のことを歌口と言います。下側ですね、この穴が開いてる尺八のこの後ろ、お尻の部分ですね、ここをお尻という意味で寒尻、管のお尻と書いて寒尻と言います。続いて穴がいくつかあるんですけども、下から順番に1孔、2孔、3孔、4孔、そして裏側が5孔と言います。一般的な楽器、分解できるんですけど、分解できるここの真ん中の部分ですね、ここもうそのまんまの意味ですけど、中継ぎと言います。おおよそこのぐらいですね、はい。他にいくつかあるんですけど、ここ見えるかな、見えていると思うけど、ここに実は切り欠きがあるんですね。切り欠きって呼びますね。傷がついてるみたいな感じで線がついてるとか、いろいろ違うのはあるんですけど、まあなんかこういう切り欠きがあったりします。尺八の組み立て方と分解の仕方なんですけども、分解の仕方は抜くだけなんですけど、えいってこう思いっきり引っ張れば抜けるんですけど、こうやって思いっきりやるとボンって突然外れちゃうので結構硬いんですよ。やり方は2つあります。一般的にやられるのはここを叩くんですね。ここを叩いて衝撃を加えて緩ませてから抜くというやり方があります。で、叩くときにどんどん叩くっていうのじゃなくて、左手、まあ利き手じゃない方の手で握ります。握って利き手の方で叩いてやると、こんな感じで、隙間ができます。ここまで隙間ができると、あとは抜くだけなんですけど、叩き方と抜き方なんですけど、硬いやつじゃなければ割と適当に叩けば取れます。硬いやつとかだと結構コツがいると思うんですけど、僕のやり方なんですけど、切れてる部分を利き手じゃない方の手で、中指と薬指をこの間に線が来るように持ちます。この薬指と中指の間を叩くってやると、衝撃に加えてこの指を広げるっていう方向にも力が加わるので、僕はこれで本当に硬いやつの場合はつなぎ目の部分に中指と薬指を挟んで、ここの中指と薬指に向けて叩くっていうことをやると抜きやすいかなと思います。はい、これは一つのコツだと思うんですけど、まあそうやってやるのが僕のやり方ですね。個人的にはこのやり方あんまりおすすめしない。このやり方でメリットがある楽器は、こういったプラスチックの楽器で本当に硬くなっちゃってるような、何らかの理由でゴミが詰まったとか何かしらの理由ですごく硬くて全然抜けないっていう時にはこれ全然ありなんですけど、普通の楽器の場合っていうか、竹製の楽器の場合、こうやって叩くと当然ですけど衝撃を加えてるので、この中継ぎのここの部分もこうガンガン叩くと、ここがこういう風に衝撃を加わるわけなので、ここを痛めるわけなんですよ。まあそうそう壊れないんですけどね。なので僕は個人的には竹の楽器の場合、特に抜きにくくないんだったらどんどんやらない方がいいんじゃないかなと個人的には思ってたりはします。まあ壊れたことはないんですけどね、叩いて。普通のこういった楽器の場合は、特にこのプラスチックの場合はひねれば抜けます。当たり前かもしれないけど、なのでこういったこのプラスチック U の場合はひねりましょう。その方が多分確実です。竹の楽器も楽器によるんですけど、つなぎ目のこのここですね、ここの中継ぎのこの部分が、これ完全に円になってると思うんですよ。完全な円ですね。深円だと思うんですけど、こっちもなんですけど、楽器によってはここが楕円になってるものがあって、特に古い楽器とかだと楕円になってること多いと思うんですけど、ここが楕円になってたりとか、ちょっとどう見ても深円じゃないよっていうような場合は、そもそもこのなんだろうな、これ例えば尺八どういう向きでも一応はまるんですよ。円になってるので、この表裏が逆でもはまるんですよ。これ裏側ですね、歌口が反対側切っちゃった。なんですけど、まあ、こういう状態でも一応はまるはまるんですよ。
なんだけど、そういう楕円とかちょっと形が変わってるものだとそもそもはまらないと思うので、まあ、そういった楽器の場合は今みたいにねじると楕円とかその円の部分がそもそもねじれちゃいけないっていうか、そのなんだろうな、ま、回転しないはずなので、そういう力の加え方すると逆に壊れるので、そういった楽器の場合はさっき言ったように、ね、叩いて抜くしかないです。中継ぎが深円だったらひねっちゃって OK だと思いますし、その方がいいかなと思うんですけど、硬くて、ひねることができないような古い楽器の場合は叩くって思ってください。で、ちなみにひねることもできなくて他に手段がないから叩くっていうのもありですよ。叩き方なんですけど、思いっきり叩かなくていいです。思いっきり叩きは思いっきり叩いてできるんですけど、普通に軽く握ってトン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 、このさっきグーでやってましたけど、思いっきり叩いてるような感じでやりましたけど、基本的にはこういうふうに持ってグーでトン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 ってこの軽くこうやって叩いてやるだけで、今これ全然力入れてないのは多分この叩いてる距離で分かると思うんですけど、この距離力入れられようがないので、全然これでも抜けるんですよ。なので女性の方でそんなどんどん叩けないよって痛いしね、軽くここをトントン叩いてやれば、本当にこんな感じで軽く叩いてやるだけでもこうやって抜けてくるんですよね。見えるかな。だから本当にこんなぐらいの感じでも抜けてくるのでね、抜けてくるので、そんな感じでやってください。力を入れてゴンゴンやる必要はないです。今みたいにこのね、手のひらでこう叩くぐらいのレベルでも抜けてくるので、簡単に抜けるので、はい、力は入れなくて大丈夫です。硬い楽器になるとね、ちょっとそのぐらいじゃできないかもしれなくて、さっき言ったみたいにこの 中指と薬指の間に隙間作ってここの間を叩くみたいにやらないと抜けないような楽器もありますけど、大体の楽器は大丈夫です。で今みたいにそーっと叩いてあげればいい。なるべく力加えない方が楽器壊れにくいので、はい、そんな感じでやってみてください。組み立て方なんですけども、こう組み立てた時の裏側ですね、裏側にさっきちょっと話しましたけど切り欠きがあるので、この切り欠きの部分が合うようにしてください。 U の場合はこんな感じで切り欠きがあるんですけど、ものによっては線がついてたりバラバラなんですけど、本当に古い楽器とかだとそもそもそんなものすらないこともたまにありますけど、まあ、基本的にはあると思ってください。このはめる前にその向きに向かっておおよそ合わせてウィッてこうはめてやればいいんですけど、楽器によっては抜く時が硬ければはめる時だって当然硬いわけですよ。はめられないこともあるので、さっき言ったみたいにこの円になってるやつの場合はひねりながらこう入れるってことができます。なんだけどひねりながら入れていくとちょっとこんな感じでね、ずれちゃうことがあるんですよ。ずれちゃった時はさっきみたいにこうやってやってちょっと浮かせてひねりながらはめるみたいなことをやっていくと修正が効くので、そんな感じでやっていくといいと思いますけど、深円じゃなくてそもそも回せないような楽器の場合はその位置でしかうまくはまらないはずなんで、そんなに気にしなくていいかなと思います。でそういう場合はひねってこう入れることができないので、思いっきりえいって入れるしかないですね。抜くときと違って、抜くときはこうやって抜くとスポンって抜けちゃうと、スポンって抜けるとこの勢い余ってこうなんかにぶつけるとかそういったことが起こり得るんですけど、はめるときは別にぶつけようがないので、自分自身にこうやってやるとかうーんってこうやっている分にはどこにも飛んでいかないので、まあ、思いっきり力入れても大丈夫かなと思います。はい、今回はですね、各部の名称と組み立て方、分解の仕方についてお話をしました。このチャンネルではですね、こんな感じで尺八に関するいろんな話と、尺八で音楽をやるときに気をつけることとか、尺八の音楽の情報とか、尺八やっていく上で必要な話題みたいなことも増えていきたいですし、今やったようなすごく基本の尺八の基本の木みたいなところも、お話ししていって、独学で尺八をやっている方がこの動画だけ見て尺八が吹けるようになるのをちょっと目標にやっていきたいなと思うので、尺八に興味があって自分一人で、まあ、先生のところ習いに行くのも大変だったりお金もかかったりとかいろいろあったりとかして敷居も高いと思うので、難しいことまでまず求めないけど、とりあえずちょっとやってみたいなっていう方とかに向けては、とりあえずこんな感じで U だけ買っていただいて、このチャンネル見てちょっとずつ覚えていただければいけるようにしていきたいと思うので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。
東也でした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。